青葉流 TV from 丘の横浜。青葉区には本当にたくさんの魅力、すなわち青葉クオリティがあります。この番組ではそんな魅力たっぷりな情報をお届けしていきます。青葉区は整った街並みと自然が調和した新しい街というイメージが強いかもしれませんが、実は歴史と伝統がしっかりと根付いています。横浜には交通の大動脈ともいえる国道1号や国道246号をはじめとしたさまざまな道があります。また昔を振り返ってみますと、有名な東海道も横浜を通り、神奈川、保土ヶ谷、戸塚などは宿場町として栄えました。一方、青葉区には江戸時代、その東海道に匹敵するほどの賑わいを見せた街道があったことをご存知でしょうか。今回は江戸時代、大山参りの道として利用された大山街道、そしてその中でも青葉区内の宿場として栄えた江田宿を中心にご紹介してまいります。大山街道とは、現在の国道246号にほぼ沿ったルートで、江戸と神奈川の大山を結ぶ街道として昔から多くの人に利用されてきました。その大山街道の宿場としてにぎわっていた江田宿が、現在の青葉区江田駅周辺にありました。今日は大山街道江田宿について横浜市歴史博物館学芸員の小林さんにお話を伺います。小林さん、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、小林さん、我々は今東急田園都市線の江田駅前にまさにいるわけなんですけど、はい、昔江戸時代ですか、その大山参りをする人たちが使う大山街道があったあたり、はいということなんですかね。はい、そうなんです。矢倉沢王冠という街道で、江戸の赤坂御門をスタートにして、はい、まあ、青山渋谷を抜けて二子で多摩川を渡って、はい、でこの枝、うん、それから長津田鶴間、さらには厚木伊勢原と、うん、でさらに足柄峠の矢倉沢を抜けて駿河の国に行くっていう道ですね、うん。ではですね、はいはい、もう突然なんですが、突然ですか、はい、何でしょう、鎌田さんにクイズを出したいと思います。クイズ、はい、じゃじゃん、ほら、江戸時代後期、うん、江戸の人口って100万人ぐらいだって言われてたんですけど、ね、江戸100万人、はい、はい、大体何人ぐらいの方が大山参りをしたと思いますか。じゃあ、100万の1割、10万人、年間10万人、どうでしょう、はい、10万人、10万人、はい、惜しい、惜しい、はい、結構惜しかった、はい、答えは、うん、大体20万人ぐらいって言われてる。あと倍だ。江戸時代ってそんなに旅は基本的に、うん、はい、NG なんですが、信仰するっていう目的だったら OK だったんです。あ、お参りとかなら、はい、お参り OK、 OK、 あ、はい、そういう、じゃあ大義名分があれば行ける、はい、続いて訪れたのは江田駅から徒歩およそ15分のところにある不動の滝。今すっかり周りは住宅街という感じですけど、ね、忽然とここに、この上に、はい、この老婆梶山不動尊があるんですけれども、ほうほうほう、この大山街道を歩いてきた旅人たちは、うん、ここでお水をいただいて喉を潤して、はい、上のお不動さんを参りして、うん、でまたその先の江田宿に向かったのかもしれないですね。なるほど。では、はい、またここでクイズです。あ、ここで聞きますか、はい、はい、お願いします。こちらがですね、うん、大山街道を描いた浮世絵なんですけれども、ほうほうほう、これを描いた人物は一体誰だと思いますか。知ってる名前でいいですか。はい、有名な方です。あ、そうですか、はい、じゃあ葛飾北斎。大正解。あ、それしか知らなかったんですけど。でこれは北斎が描いたすごろくなんですけれども、日本橋からですね、鎌倉、江ノ島、大山と回って、で最後この矢倉沢王冠、大山街道を通って帰ってくるという、はい、鎌倉、江ノ島、大山、新版大台すごろくという、江田宿はこう旗小屋の軒先のような絵が描いてあって、大和は大和川を渡る橋のところがちょうど描かれているという。あら、じゃあ北斎もここ来てちょっとスケッチとかしてたかもしれないですね。どうでしょうね。これはまあ昔から続いて訪れたのは江田下宿庚申塔。
これ、はい、何なんですか、庚申塔っていうのは。庚申講っていうあの古くからの民間信仰がありまして、はい、あの暦の60日ごとに来る狩野猿の日、庚申の日に、あのその日夜寝てしまうと、寝てる間にこう体の中に虫が住んでいて、その虫がその人のこうした悪いことを天の神様に報告しに行ってしまうというので、まずいじゃないですか、はい、まずいのであの寝ないでその日あの集まって過ごすっていう風習があって庚申講という行事を記念して建てられることが多いんですが、あ、そうなんですね、はい、でこの場所にあるっていうのは何か意味があったんですか。そうですね、ちょうどここがですね、江田宿の宿場の入り口にあたるようなところなので。そうなんですか、はい、はい、ちょっとそういう役割も、あ、ここから始まりますよと、はい、では、はい、あのまたここでクイズを。ここでクイズ、はい、はい、お願いします。はい、はい、じゃん、はい、はい、江田宿には一体何軒くらいの旅籠屋さんですとか、まあ、商店だとか、はい、職人のうちとか、まあ、20軒ってどうですか。はい、また惜しい。大体30軒くらいあったって言われてますね。江田宿というのは、はい、あの江戸から大体7里、28キロぐらいですかね、30キロ弱、はいはい、ちょうどこう日本橋を出発して、はい、夕方ぐらいにあのたどり着くような。じゃあ1日目終了の地みたいな、はい、そうですね、はいはい、でこう1泊目で利用される旅人が結構いたみたいですね。あ、そうですか、うん、まあ、蘭学者で、はい、それから画家としても有名だったの渡辺崋山、あ、はいはいはい、その方もあの矢倉沢王冠を旅してこの江田宿に宿泊したんです。その他にも当時の様子をうかがえるものとして秋葉港常夜灯が残っています。こちらは江田宿にあった旅籠柏屋跡。実はこの旅籠柏屋で実際に使用されていたものが今も当時のまま残っているんです。それが現在横浜市歴史博物館に常設展示されています。では、はい、あの最後のクイズ。最後のクイズ、はい、お願いします。はい、ではじゃん、じゃじゃん。当時旅籠屋で使われていた、うん、まあ、これはズバリ何だと思われますか。そうですか、まあ、表札ってことにしましょうか。表札、はい、表札、ズバリどうでしょう。はい、はい、あの招き看板というものです。招き看板例えば、うん、旅館ですとか、はい、お料理屋さんなんかで、うんうん、たまにこう誰々様ご一行というような、 ありますね、入り口のところにね、はい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 、そういった役割のものなんです。なるほど、はい、こちらが実物、うん、あ、え、もし実物ってあの柏屋さんで、はい、使われてた、はい、もともと作るのはその大山に参詣する人たち、うんうん、でそういう方たちは何人かでこうグループを作って、はい、まあ、お金を出し合って代表の人がお参りするんですが、うんうん、まあ、そのグループで作るんですね。で、まあ、そういうものをあの旅籠にこう置いておいてもらって、うん、自分たちが泊まる時にこう掲げてもらうっていう。へー、でもこれ百何十年前に実際書かれた、ね、墨とかきっちり残ってますね。残ってますね。ということで、ね、小林さん、今日は本当にいろんなことを教えていただきまして、はい、ありがとうございました。あ、いえ、こちらこそありがとうございました。ここで蒲田県のおすすめスタイル。大山街道はウォーキングコースとしてもおすすめです。さまざまな歴史スポット、富士山が見える絶景スポット、そして綺麗な花とか街路樹といった見どころも満載です。横浜市では市民の皆さんに歩数計を持って楽しんで健康づくりを進めてもらう横浜ウォーキングポイント事業を実施しています。また青葉区役所では地域ごとのウォーキングコースを紹介したウォーキングマップや青葉花と緑の魅力発見講座参加者の皆さんが作成した花と緑の見どころマップなどもご用意しています。皆さんもマップを手にウォーキングに出かけて春の青葉区を楽しんでみてはいかがでしょうか。今回の青葉流 TV いかがでしたでしょうか。こんな素敵な歴史が同居しているということは、いや正直ちょっと驚きましたね。皆さんもぜひこの大山街道、さらには江田宿訪ねてこの歴史に触れてみてはいかがでしょうか。そしてさらに青葉区にはまだまだこの他にも歴史スポットがたくさんあります。歩きながら探してみるのもおすすめですよ。魅力いっぱい青葉区、次回も
お楽しみに。